こんにちは、ピアノケイチャンネルです。今日はコード帳15日間プログラム第2日目 Eフラットメジャーセブンツについて解説していきます。ホワイトボードを見てください。ホワイトボードに Eフラットメジャースケールを書いています。日本語で言うと変法調調の音階ですね。で、Eフラットから始めます。 Eフラット、F、G、Aフラット、Bフラット、C、D、Eフラットというふうになっています。こちらに平音記号で、そしてイタリア語でミのフラット、ファ、ソ、ラのフラット、シのフラット、ド、レ、ミのフラット、これは両方とも同じ音名ですので、覚えやすい方で覚えてください。そしてその中のルートの Eフラットで、ここから数えて、ルートから数えて3番目の G、 ルートから数えて5番目の Bフラット、ルートから数えて7番目の D、 これを縦に重ねるとこんな風になりまして、そしてこれが Eフラットメジャーセブンスになります。ピアノを見てください。まず今後の Eフラットですね。そして次に、3番目の G、 そして5番目の Bフラット、そして7番目の D、 そして左手でも同じく Eフラット、 G、 Bフラット、 D、 これが Eフラットメジャーセブンスの響きになります。そしてホワイトボードを見てください。ここに Eフラット三角7で、 Eフラット MAJ7 と書いてますけれども、これはいろんな表記の仕方が違うだけで同じ Eフラットメジャーセブンスを表しています。そしてこのルートをですね、一番上に持ってくると、一番下が G、 Bフラット、そして D、 Eフラット、これが第一展開形になります。そして今度この G を一番上に持ってくると Bフラットが一番下になります。 Bフラット、 D、 Eフラット、 G、 これが第二展開形になります。さらにこの Bフラットを一番上に持ってくると、一番下が D、 Eフラット、 G、 Bフラット、 これが第三展開形になります。どれも同じ Eフラットメジャーセブンですけれども、最初は基本形で覚えていただければいいと思います。それでは、今日の解説はここまでです。明日は、Gフラットメジャーセブンスの解説に行きます。